それでは参りましょう、ファンファンステージスタート。それではこの間にハリー君とハニーちゃんとちょっとお話をしていきましょうね。さあ、まあキャンプが始まりまして2月に入りましたけども、まあ、2024年始まって、まあ、約1ヶ月ちょっとまだ聞いてない話がありました。今年2024年の目標、それぞれハリー君とハニーちゃんに聞いていきましょう。皆さんもね、今年年始にはこんな目標で頑張るぞって立てたけど、1ヶ月経ったらそろそろ忘れてる頃かもしれませんからね、もう一回思い出していただきながら、はい、それではハリー君から行ってみましょう。2020年の目標は元気、元気いっぱいに、元気が一番ですからね、皆さんも一緒に声出して元気に応援していきましょうね。はい、ありがとうございます。お、まだ何かありますか。はい、便秘じゃないよということですね。わかります、わかります、ちゃんと漢字で書いてもくれてるからね、わかります。はい、ありがとうございます。それじゃあ続いてハニちゃん、2024年の目標。あら、皆さん見えました、見えました、後ろの方見えました、恋を実らせるそうです。後ろの方見えないかなと思って。大きな声で言っちゃいましたけどもね、頑張ってください。2024年もね、これは何ですか、これは何が出てきたんですか、これは。あ、恋ね、恋ね、恋は魚ですからね、木には実りませんからね。はい、